再試合とは、競技において何らかの事情により勝負が決しなかった場合、勝敗を決するために改めて行う試合のことである。メジャーリーグにおいては、雨天等の理由により、再試合を行う場合がある。日本野球機構管轄のプロ野球においては一時期、引き分けに終わった場合は、再試合というルールが設けられていた。最近では九百九十年から二千年まで、 セントラルリーグで実施されていた。この場合、チーム賞、個人賞の記録は、再試合が行われた分を含めた全試合が対象となった。日本高等学校野球連盟管轄の公式野球においては、現在は延長15回まで戦って勝負が決しなかった場合、引き分けのまま打ち切り、後日再試合を行うこととなる。高校野球における再試合については、 1933年夏の第19回全国中等学校優勝野球大会における中京賞対面積中延長25回を契機に検討された。それから25年後、1958年の春季四国大会において徳島賞のバンドエイジ投手が2日間で40イニングを投げた事態を見かねた。 高野連役員が本部に働きかけ、選手の体力は2試合分が限度と判断して、同年より延長18回で勝敗が決まらない場合は、翌日再試合というルールが導入された。さらに、それから40年経過した1998年の夏第80回全国高等学校野球選手権大会における PL 学園単横浜延長17回の試合で、 両校選手の疲労感から延長18回は長すぎるという意見が多数出ることとなる。その2年後、2000年の春選抜大会、夏選手権大会より延長戦は18回制から最大15回制までに3回短縮された。詳細は延長引き分け再試合規定を参照。2018年春季の第90回記念選抜高等学校野球大会、よび 下記の第100回全国高等学校野球選手権記念大会から延長戦におけるタイブレーク方式が導入される。同時に準決勝までの延長引き分け再試合が廃止となる。また、両大会ともに決勝戦ではタイブレーク方式を採用せず延長15回で引き分けた場合は再試合とするが、再試合では準決勝までと同じ形で、 タイブレーク方式を採用する。日本の大学野球では、勝ち点制を採用している大会が多いが、その場合でも、引き分けとなった場合は事実上再試合となる。また、優勝決定戦も優勝を完全に決するため、同点で試合が終わった場合は、再試合となることが多い。その代表例として1960年の、総計6連戦が挙げられるサッカー界に、 PK 戦が導入される以前の勝ち残り式トーナメントでは同点の場合は引き分け再試合や延長戦の繰り返しなどで決着をつけていた。ワールドカップでも以前は再試合が行われていた。PK 戦の方式が広まってからは再試合を行う大会は減ったが世界で最も歴史があるサッカーの大会であるイングランドの FA カップでは2019-2020シーズンまで 引き分けの場合は延長戦、PK 戦を行わず、相手チームのホームで再試合を行っていた。以前は、決着がつくまで何度もリプレイを行っていたが、第2試合も引き分けた場合は延長戦及び PK 戦を行う。なお、準決勝以降は、再試合は行われない。だが2020から21シーズン、新型コロナウイルスの流行により、日程が圧迫されたことを受け、 再試合制は廃止された。またサッカーの場合は、基本的に天候に関わらず試合が開催されるが、台風や競技施設の設備故障等を理由に、試合が中断した結果、別の日に再試合を行った例がある。日本プロサッカーリーグにおける事例は、J リーグの試合中指例を参照。判定トラブルによる再試合も、稀に見受けられる。 2005年9月3日に行われた 2006FIFA ワールドカップアジア予選後位決定戦のウズベキスタン代表バーレーン代表戦ではウズベキスタンの選手が PK を決めるも味方競技者がペナルティーエリアに入っていたためゴールは取り消された。しかし審判を務めた吉田利光は PK を再び行うべきところをバーレーンの間接 FK で試合を再開したため後日再試合となった。 格闘技においては、再戦あるいは、リマッチと呼ばれることもある。なお、リターンマッチ及び、接続戦は、王座を奪われた全チャンピオンが、新チャンピオンに挑戦するなど敗れた相手に対する、再戦を意味し、再戦、リマッチより、範疇が狭くなる。プロレスや、総合格闘技では、無効事案や引き分け、その他接戦などで微妙な決着となった試合において、 再戦を行うケースがしばしば見られる。プロボクシングでは、王座陥落後に他た選手との試合を挟まないで、即再戦をする、いわゆる、ダイレクトリマッチを原則禁止しているが、判定が微妙だったり、試合運営が不公正だったり、挑戦資格のあるものが、極めて少ない場合は、団体の判断で特例として一試合のみ認められる、ことがある。また、 正規王座と休養王座の統一戦や王座、決定戦で引き分けに終わった場合も、ダイレクトリマッチが組まれる場合が多い。以前は、王者側が試合契約に王座を失った場合の、ダイレクトリマッチの権利を盛り込んでいたが、現在では、選択試合において、オプションと呼ばれる、工業権が契約に盛り込まれ、王座を失った場合に、全王者がこれを行使して、 新王者の初防衛戦以降の防衛戦で再戦を行うケースが見られる。試合の結果の公平性等を理由に再試合が行われる場合がある。近年ではハンドボールの北京オリンピックアジア予選で中東の笛等を理由に再試合が行われた例がある。オージーフットボールでは1948年、1977年、2010年の AFL グランドファイナルで引き分けたため、規定により、翌週に再試合を行った。かつて、ラグビーリーグでは1977年と78年に再試合があったが、1979年からグランドファイナルがゴールデンポイント方式の延長戦となった。また、アイルランドのガーでも全アイルランドシニアフットボール、同ハーリング決勝が再試合が行われることもある。 ありがとうございます。